皆さんこんにちは。今日は加納治五郎先生の6回目の生誕祭ということで、私は鼓動館道場指導部部長の鮫島ですが、話をさせていただきます。加納先生は1860年10月28日に生誕されました。そして今年で160年を迎えております。生誕祭というのは亡くなってから何年ということではなくて、お生まれになってから160年ということで、まだこの講道館の大道場の中に加納先生は生きていらっしゃいます。ですから我々柔道人はこの大道場に来ると気持ちがとても引き締まって、本当にやる気が出てまいります。そして時々一生懸命やってる姿を加納先生がご覧になって、ここの正面にある加納先生の目が光ったり、時々いい加減な練習をしていると目が赤くなったりしているような気がします。加納先生は1882年22歳の時に講道館を創立されました。そして延々と柔道が続いておりますし、世界各地に広がっております。ここでは加納先生の考え方を少し話をさせていただきます。加納先生の本を読んでいるとこのようなことが書かれております。練習は負けの練習から入るんだ。負けの練習っていうのは受け身のことなんです。そしてそればっかしやってると面白くないから勝つための練習をしようと、それが技の練習なんですね。そして加納先生は試合に勝てとかそのようなことはあんまり話されておりません。いつも自分が一生懸命にやる、それを求められております。それが柔道の目的であるし、そのようなことをして、社会に貢献していくことが柔道の究極の目的なんですね。人に勝つ、試合で勝つということは、ここに字があります。勝負の勝です。試合に勝つ、人に勝つということは、例えば自分がいくら頑張っていても相手が強ければ負けることがあります。逆にいくらいい加減なことをしていれば相手が弱くても勝つことはあるんです。そういうことではなくて、加納先生がおっしゃったのは、この勝つなんですね。この勝つっていうのは自分に勝つということなんです。これは普段君たちが一生懸命やってることなんです。例えば朝起きるときに眠いのに起きなければいけない、朝ご飯を好き嫌いなく食べなきゃいけない、嫌いなものでもお母さんが作ってくれたものを食べなきゃいけない、そして学校に行かなきゃいけない、学校も時々行きたくないことはあるかもしれない、そして学校の授業も一生懸命受けなきゃいけない、宿題も出ます。宿題をやることも大変だと思うんですね。そしてもう一つ、そのような日常のことではなくて、柔道の練習でも人よりも早く、人よりも多く一生懸命やるということが、この勝つという意味なんです。自分に勝つということです。日本にはとてもいい言葉があるんです。
これは国旗と呼びます。己に勝つ。ここから柔道の修行、人間の修行が始まるんです。このことで君たちは立派な社会人として社会に貢献していくことができるようになるのです。この言葉を今日は一つ覚えてください。よろしくお願いします。話を聞いていただきましてありがとうございました。これはね